皆様ごきげんよう、チューリップリンセスです。今日は下宿所エクササイズの特別編、森高千里17歳の振り付け、皆さんにもちょっとだけ覚えていただこうかなと思います。やっぱり下宿所エクササイズはこうくびれとかを作るのをメインでやってるんですけれども、この踊り自体すごいくびれるなんていうことに気がつきまして、これも下宿所エクササイズに取り入れようと思います。なのでさっき歌って踊ったばっかりなんですけれども、そちらの方でも申し上げたんですが、今日は下宿所の皆さん、もしよかったら一緒にやってください。では早速やりたいかなと思うんですけれども、どうしようかな。今日ショートバージョンにしたんですけれども、ロングバージョン、ロングバージョンからやりましょうか。チャチャンチャンチャン、1、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4で、拳を作って、なかなかこうちょっと前奏がないと難しいんですけれどもで、あとね、それやったらこれですね。1、2、3、4、2、3、4、2、3、4、2、3、4で、面白い動きなんですけども、こうガッツポーズみたいな、1、2、3、4、2、3、4、2、3、4で、じゃーん、じゃーん、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、じゃ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 I'm not.
これだけでもやるといいかもしれないです。すごいなんかこれいつも踊
ってたら萎縮状エクササイズもやってるし、よりこの動きもやっぱり効いてるような気がしたので、今日は皆さんと一緒にちょっとできるところだけでもと思って、萎縮状エクササイズ特別編、17歳振り付けやってみました。結構すごく説明がちょっと難しかったので、まあ、そこは仕方がないんですけども、一応そのウエストに効くよっていうことで言ってみたので、もしよかったらね、腰でも痛めない程度にやってください。私もこれ全然最初このグラインドっていうか動かなくって、これどうなってるのって思ったんですね。この腰の動きどうなってるんだろうって思ったけど、不思議なものでね、やってるうちにできるようになったので、ね、でも急にこう動かしてグキッとかなっちゃったら大変なので、まあ、できそうな方とかちょっとゆっくりでもこうやってみようかなっていう方はいいかもしれないです。まあ、でもこう基本萎縮状エクササイズのこれですね、腰回し骨盤回し、これからですね、こういうのでやっぱりこうほぐしておいた方がいいですね。いきなりあれやっちゃったらすごい普段やらない動きなので、腰痛めたりブキってなったら大変なので、できそうな方だけでまずはこれ骨盤回しから始めましょう。これでこうこの筋肉を腰の周りのウエストの筋肉をほぐして動くようになってからじゃないと、急になんか思いっきり17歳の振り付けやったらやっぱり危ないかもしれないって今思いました。なので結構もうずっと萎縮状エクササイズ続けてくださって、だいぶもうくびれてきてる方とかはいいかもしれないです。でもちょっといきなりはもしかしたらちょっと用心した方がいいかなって今思いましたので言っておきます。でもやっぱこれはすごい楽でいいですね。やっぱまずは骨盤回しでですね、基本の。これもいいですね。これも、まずはこれからですね、やっぱり。右左で、これですね。腕をここで止めて、下でパチン。横で止める。上でパチン。横で止めて、下で。1、2、3、4、2の3、4、2、3、4、2、3、4、フレフレ、ビシュクジョ、頑張れ頑張れ、ビシュクジョ、フレフレ、ビシュクジョ、頑張れ頑張れ、ビシュクジョ。明るく楽しく麗しく、それ明るく楽しく暖かく、それ明るく元気に麗しく、それ明るく楽しく暖かく。あー、すごい。やっぱ私もこれやっぱりやるとすっきりしますね。ピヨピヨもやろうかな。ピヨピヨ、やっぱりね、これやるとすっきりします。今日も17歳を歌ってる時はやっぱりね、マイク持っちゃってるので運動にはなるけど若干偏るので、今日はマイクを離してやらせていただいたので、すごいより良かったです。ピヨピヨ、これも肩甲骨がほぐれて、やっぱり萎縮状エクササイズもやっぱ必要ですね。ただずっとやっぱり歌ってると体がどんどん偏って歪んじゃうので、やっぱりちょっとだけやらせていただきます。はい、上にして手のひらをアップアップアップ、すごい整ってきました。振り子体操、1、2、3、4、5、6、7、8、すごい、これもすごく整いますね。
整うし、体のバランス感覚が身につきます。はい、かかと上げ、はい、肩回し、肩に手を添えて後ろにぐるん、ちょっとあの人の気配がするのでおとなしくなってます。はい、お釈迦様、上にぐー、はい、クジャク広げる。あ、気持ちいいですね。ちょっとおとなしくさせていただきますね。はい、皆さんはいつものようにイメージしてください。なりたい自分を。はい、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花。はい、今日も綺麗。はい、今日も美人。今日も可愛い。まあ、すごいどんどん整ってきました。すごくあの調子が良くなって、さっきまでもう疲れちゃってたんですけど、なんかまた整って元気になってきました。はい、平泳ぎ体操、前に出して引くときに肘を下げない。あ、すごい気持ちよかった。整いましたね。もう一回骨盤回しさせてください。本当は股関節回しもやりたいんですけれども、ちょっとこのお衣装だと際どいかもしれないから、ちょっとどうしようかな。はい、首を回します。はい、二の腕を絞ります。二の腕を逆に絞ります。一、二、三、四。はい、こんなところで今日のビシュクザエクササイズ終わろうと思います。今日も一緒にしてくださった皆さん、ありがとうございます。あのね、みっちりコースとかもね、一緒にやったよとか、今日も一緒にやったよとか、あの言ってくださると本当にね、嬉しくて、またやろうっていう気持ちになりますね。みんな続けてくれて本当にね、一緒に楽しんでくれて嬉しいし、あの結果を出してくれて嬉しいです。あの本当、継続が力なりで、あの続けることが肝心だと思うので、私もあのこうやってみんなと一緒にやると、あのちょうどサボれなくていいなと思っています。それでは今日も美宿女エクササイズ、ありがとうございました。